はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは、こたつです。バッドエンドやっていきたいと思います。前回は主人公がついに、バッドエンドというゲームをプレイして、初っ端から死んでしまうということになってしまったが、今んとこはまだ生きてますね。ということで、続きをやっていきましょう。この学校にいる間くらいは、バッドエンドのことを忘れよう。そう思っていたのだが。なあ、尾形が死んだ原因って、バッドエンドとかいうゲームのせいらしい。こんな会話が聞こえてくるのだ。教室の外でも誰かがああだこうだ言っている。お前が昨日声を荒げたせいだぞ。あんな噂が広まっているのは。ああ、すまん。人の噂っていうのは一旦広まったらもう止めようがない。この調子じゃ学校中に知れ渡るのもそう遅くないかも。くだらない。ゲームのせいで死ぬなんてあるわけがない。まあ、しばらくすれば噂も消えるだろうさ。それより、元気出していきなければな。それが残された者の務めだ。わかってるよ。俺の携帯にはバッドエンドがインストールされている。そう言ったら、この委員長はどう反応するだろうか。いや、話さない方がいいかな。いや、佐々木に話しても意味はないだろう。どうせつまらない冗談を言うなと顔をしかめられるのがオチだ。まったく、こんな風に噂を立てられたら、残されたご両親にも迷惑だろうに。佐々木は偉いな。いつも人のことを考えている。でもユージがバッドエンドに殺されたのは、噂じゃなくて現実なのだ。そして放課後、まっすぐに帰宅した俺は、携帯電話を開いた。バッドエンドのタイトル画面が音もなく立ち上がる。ロードボタンが俺の操作を待っている。心臓がバクバクと高鳴っている。まだ何もしていないのに、体力を消耗してしまうようだった。落ち着け。深呼吸をする。冷静にプレイしなければ。そして俺は前回セーブしたところから再開した。はい、ゲームの中は読みませんので、皆さん読んでくださいね。あ、前回ね、変な霧の化け物に襲われたわけですけども。殺されてたろうね。さあ、どうなるか。二人とも元気だなぁ、あんな襲われてね。普通トラウマになるよね。もしくは誰かに相談したくなるよね、大人の人にね。ええ、お祓い。でもなんか怪しいね。怪しいぞ。
製ウルトラスイーツで、イシュタルオリジナルチーズケーキ、いいなぁ、チーズケーキ美味しそう。夜です。さあ、やってまいりました。結界。え、お、出た。おアクリオ退散。おお。え？杖持って、いやでも絶対やられるだろう、素人は。え、とりあえず結界の中？結界内に留まる。で、行きます。また三択か。せめて二択だったら、まだ簡単なのに。当たる確率は、またしても三分の一。まあ、いかにも、これを選んだら死にそうっていう選択肢はあるけれど、それだって実際に選んでみないことにはわからないのだ。自分の直感を信じて、選ぶしかないのか。俺は歯を食いしばって、ゲーム画面を見つめ直した。え、もう一回？これ。いやあ、やべ、バッドエンド、やば。やべ。くそ。バッドエンドの文字を俺は呆然としながら見つめた。
これで2回目のバッドエンド。俺はふとバッドエンドをプレイしていたプレイヤーのブログを思い出す。確かあの人は。そうだ。1回バッドエンドになっても無事だったんだ。でも、2回目にバッドエンドになったら。うわ！何気なく後ろを振り向いたら、そいつはそこにいた。やはりそうだ。1回のミスは見逃す。しかし2回ミスした今、もはや容赦なく俺を殺しに来たのだ。お前がユージよ。俺は怒りのあまり、そいつに殴りかかった。だがあっけなく空振る。畜生が。よくも。なんなんだよ。よくもと言ったのか。よくも、私を、殺したんだ。私を、殺した？まさか、お前は、最後まで言わせてくれなかった。謎の影は、俺の口の中に入り込んできた。瞬時に全身の血液が沸騰した。俺は極限の苦しみの中であっけなく倒れる。ユージ、すまん。俺は、ダメだった。エンディング6、バッドエンド02。早っ。3話にしてもう、バッドエンドですか。なるほど。こんだけあると、エンディングリスト。これ、コンティニューするとどっからだろう？あ、なるほど。こっから。じゃあ、とりあえず、これ、スキップ。オッケー。とりあえずここは話さない。オッケー。はい、はい。で、今度は杖を持って立ち向かう。行きましょう。これ一緒かな？一緒っぽいね。スキップ。はい。コンティニューができない。コンティニューができないんだけど。なんで？スキップ。話さない。で、とりあえず今度は逃げる。逃げる。また同じ場所。いや、アスカンが言うと一人死んでんだけど。警察呼べよ。救急車呼べよ。ねえ。なんとか生き延びたね。
3分の1で最後引くってどういうことだよ。ふぅ、よかった。無事に先に進めたことの喜びが湧いてくる。俺はセーブしてゲームを終了した。今日はここまで。今回は敵の恐ろしさが際立っていたな。霊能力者の神主をあっさりと返り討ちにしてしまった。あの平凡な女子高生が一体どうやって解決するんだろうか。それより俺はゲームの中の彼女に感情移入してしまう。生活態度にちょっと問題があると思うけど、その弱々しい姿はやはり年頃の女の子だな。死なせたくないと思ってしまう。先が気になる。ミスったら死ぬかもしれないというのに、俺の心の中には恐れだけでなく好奇心もあった。そういう感情を知らないうちに持たせるのがこのゲームの呪いなのかもしれないが。いや、続きは明日だ。しんどい。このゲームは精神力の消耗が非常に激しい。ゆっくりと無理せず進めていこう。ふぅ。いや、ケロ。誰かの声が聞こえてくる。俺は目を開けた。けれど何も見えてこない。ここはどこだ？続けろ。誰だ？俺だよ。これ多分、なんだっけ。久平だったかな。え？ゲームを続けろ。そうだ、続けるんだ。お前はもう後戻りできないのだ。そうよ、クリアするしか道はないのよ。ふふふ、ふふふ。ユージと何人もの男女の声。やめてくれ、そんな不気味な声で囁かないでくれ。うわぁ！あ、れ？そこは見慣れた俺の部屋だった。夢か？そうか。ユージをはじめとするバッドエンドの犠牲者の霊が夢の世界にまで入ってきたのだ。お前には逃げ場はない。だから観念しろというような恐ろしい囁きだった。ユージ、ユージまであんなことを。言われなくったってやってやるさ。この先もスパスパ選択肢をクリアしてやる。朝食を食べると俺は再び実室に戻る。今日は土曜日なので学校はないのだ。じっくりとバッドエンドに取り組むことができる。果たして岩崎、襲う謎の影の正体は何なんだろうか。そして恐れる理由は、まだまだ先は長いかもしれないが、何かしらの進展があればいいな。よし。携帯を開き、俺はゆっくりとバッドエンドをスタートした。目覚めは最悪だった。熱っ。あ、そうか。これ読まないんだった。実力のある霊能力者ね。いるのかね。なんかいきなりこうジャンプ的な、ジャンプ漫画のジャンプ的な展開になったりしないから大丈夫かな。自分の力も難しいと思うよ。
カナを先に逃がす。はい、ということでですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。いやー、この先どうなっていくのかね、そして何回死ぬのか。はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。